さーい。今日は会長、会長。ですね、今日は二次会ですね、二次会、英語ではリンボー会。リンボー。男は黙ってウイスキー。違うか。リンボー。ちょっと酔っ払いのおっさんの会になっちゃってますね。ゆげさん、ここに来るまでどこいらっしゃったんですか。あのソララビーチ。あー、カールズバット。カールズバット、はい。あの、まさしさんもいますからね、そこでね、あの指示出してくれてますけど、はい、ディレクター、今日ディレクター、今日は楽しかったですね、ゆげさん。今日はそうですね、ありがとうございます。会長さんのバーベキューで今日はもうな、楽しませていただきました。ありがとうございます、会長。イエーイ。あ、パーティー。あ、おかいなみたいなやつになっちゃいましたね。まあもうね、もうそろそろ遠路の時間になりましたね。いや、早くないですか。何か言うことありますか。いやいや、今日はね、だからね、やっぱりまあそもそもアメリカにとってどんな日か、ちょっと会場からちょっと説明してもらったらいいですか。ああ、ようですね。今日は金曜日で、ちゃうない、土曜日ですね。今日土曜日で、明日が日曜日で、月曜日がフォースジュライデーっていうことで、はい、建国記念日っていうことで、もう今日からもインディペンデンスデー、インディペンデントデーということで、こうめっちゃ人がいっぱいで、ビーチは、まあこう YouTube を撮るのも忘れているぐらい楽しかったっていうやつですね。そうですね。もうなんかみんなお祭り気分だから、もうすごいね、バーベキューとかやってる人が、さっきも花火上がってましたけど、だからはいはいはい、素晴らしいですね。もうすごい、みんなもう全国民浮かれてるんじゃないかなと思って僕は心配です。まあアメリカ、カリフォルニアではこうね、浮かれてるっていうやつですから、ね。ああ、もうね、でもお祝いなんでね。やっぱね、国を挙げてのお祝いなんでね。まあ、でもしょうがないんですけど、おめでとうございます。何がみたいな。フォースジュライって言うんですね、これをね。そうです。で、またのな、インディペンデンスデーというんですね。そうですね。映画もありましたね。そう、そうですよね。インディペンデンス、ね。日本語にすると、建国記念日。で、建国米国建国記念日独立記念日っていうやつ。あ、独立記念日、はい、そうですね、建国じゃないですね、独立、まあ、前澤わしでね、まあこう、はい、ずっとパーティーが続いてるっていうやつですから、まあビーチではお酒を飲むのはちょっと公園ではね、できないんですけど、そりゃもう浮かれちゃうんですよ、ちょっと残念ですけど、ね、今日はなんかどっかの悪いラッパーみたいですけど、大丈夫ですか。いや、まああのラッパーはないんでね、ちょっとこう、違うか。なんだよこれは、なんだよ。おう、よよよ、ウイスキーよ。ウイスキーだよ。今日はカメラマンがいるんですけど。すごいですね。初めてですね、多分ね、ゆえさん。そうですね。カメラマンもディレクターがいますからね、今日は。すごい、ゴージャスな撮影陣に囲まれて、僕らは。今。酔っ払いの会になっちゃった、ね、うん、いやいや、もう酔っ払い のミュージシャンですよ。そうですね、うん、まあ、インディペンデンスデイだぜ、まあ、インディペンデンスデイ、どうだぜ、いや会長メン、まあそんな感じですね。皆さん、ご視聴いつもありがとうございます。相変わらず英語では Love is not change っていうやつですね。愛は変わらず。Love is not change. 違うか。ハート。